わ、刺さるね。刺さるね、これ。はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました。たかしの部屋でございます。今日も楽しんでいきましょうぜ。はい、はい、今日はね、なに、どういうこと。ちょっと、おい、けいさん、始まってますけど。始まってた。始まって、いやいや、意味わかんない。何してんだよ、もう始まった途端なんでお前顔隠してるの。寒いな。いや、バカだろ。こっちに羽織れよ。お前寒いなってなんでこうやってって何もできねえよ、お前。始まってるっつってんだろ、だから。そうですか。そうだよ、今のカットしてて。俺、いやいやいや、もう使う、思いっきり使う。はい、それでですね、前回たかしの部屋で3日間住むなら南極か、アマゾンのジャングルかどっちがいいかっていう話をしたんですけれども、バーサスでね。で、今ね、集計したら皆さんの投票ね、まさかのね、五分五分でした。というわけなんで、最終的な結論としては両方嫌です。結局ね、結局やっぱ両方は、やっぱいきなりは行きたくないよって、日本最高って話です。はい、そんな感じで前回の統計でございました。はい、で今回ですね、何かと言いますと、タイトルでも挙げてましたけれども、こちらでございます。バン、東京タワー VS 東京スカイツリー。へい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 。もうこれ何回目だよ。何回目だよ。もうイエーイってとかイエーイぐらいやるよ。ねえねえねえ、お茶飲んでいい？お茶は飲まない。お茶は今飲まないでしょ。あ、そう。いやいや、イエーイってやるときでお茶飲んでいいじゃねえ。ちゃんともっとこう前のめりに参加してくださいよ、企画に。分かったか、分かった分かった、ジャンパーとか。いいよ、もうこれ捨てるぞ、これポイ。もうもういいよ、そんなことは。いいですか、準備は。いいよ、進めてください。はい、進め。なんでお前怒ってんの。おめえに怒ってんだ、俺は。はい、そんなわけでですね、まあこれ何の対決かというわけでございますよ。で、どうやった形で対決するかということですと、まず3本勝負でございます。で、まず1本目、まず普通に観光するならどっちがいいか、普通に行くならどっちがいいか。で、2本目、なるならどっちがいいか。まずもう完全にそこも妄想です。で、最後もっと妄想、3本目、ですね、武器として使うならどっちがいいか。もう訳が分かんない。だから自分がもうめっちゃでかいウルトラマン的な「いや!」みたいな感じになったと仮定して使うならどっちがいいかっていう話です。で、その3本で、要は3本勝負なんで、その3本でどっちが勝ちか決めます。わけわかんないですけど、いいですか、それちょっと話し合っていきたいと思います。それではいきます、スタート。はい、じゃあまず1本目、まず観光するならどっちがいいか、こちらスタートです。お願いします。まずどっちですか。まずそもそも行ったことある？ない。だよね、俺もない。俺東京タワーしかない。俺もだよね、子供の頃。そう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 。まあ、ただ俺やっぱりでもね、東京タワーなんですよ、行くならね。っていうのもなぜかっていうと、来年の春にですよ、なんかワンピースのテーマパークがスカイツリーじゃねえ、東京タワーにできるんですよ。だから来年の春だっけな、2015年の春以降は東京タワーで。ふーん、いやいや、そういうやつでしょ、これ。ふーんってなるよ。でも俺はあれだよ、スカイツリーがいいよ。なんで？だって伊藤だから。それ言っちゃったら俺だってそうだ。言ったことないからはなしにしよう。言ったことないからなしにしよう。でも確かに、でもスカイツリー行ってみたいな。確かにそれ言われちゃったら俺だって行ったことないから。だって高いんだよ、あっちの方が。何メートルだっけ、分かんない。いや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 、お前さっきなんかチラッて言ってたじゃん。武蔵じゃない、武蔵634、東京スカイツリーは634メートル。はい、なるほど。で、東京タワーは333メートルですね。333333、なるほど。確かでかいね。あれどこまで行けんの、スカイツリーって。ここまで行けんのって、こんだけあるじゃん。いや、無理でしょ、きっと。多分この辺だよね。分かんないけど、なんか2段目ぐらいだったよね、多分。多分1段目2段目みたいなのあるでしょ。でも行ってみたいね、確かに。ほら、俺の勝ちだな。やべえな。いや、でも来年の春以降だったら断然に東京タワーだけどね。その期間を、だからさ、ふーんって発想ぐらい。なんでその議論なんだよ。あ、そうなんだ、で終わっちゃう。いや、でも確かに、どうしよう、今でしょ、じゃあ今。2015年の春以降は確かに俺東京タワー過ごしたいけど、今すぐ、今日、あ、今日、今日行くならどっち。ごめん、スカイツリー。はい、カン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 。はい、というわけなんで、1本目勝負、スカイツリーが勝ちました、この2人の間でね。確かにやっぱ行ったことないっていう条件には勝てないよな。なんか変なゆるキャラいるじゃん。
ゆるキャラいんの？いや知らない。なんだっけ、ああなんだっけ、なんか星かぶってる女の子みたいな。あ確かになんだっけ、何つるつるつりちゃんつりちゃんそんな感じ、なんかいるよね。当てる、当てる名前。星子ちゃん。はいや、そら子ちゃんじゃない。あ、そら子やって。あでもそら、あそら入ってる気がする。スカイツリー、そらそらそらつり子ちゃんそらみちゃん、なんだっけ、そらじろう。いや男だよ。そら、なんだっけ、そらからちゃんです。あそらからちゃん、えからからってどっから来たの。え、あ、空からってこと。わかんない、空からちゃんだけど。そんな名前の由来ないでしょ。空から、あーこれ見たことある、見たことある。空から東京スカイツリーに降り立った、うん、あ、そういうことか。空から来たっていうっていう設定らしいです。なるほどね、はい、なるほど、設定らしいすごい強調してる。あーなるほどね。これなんかこの頭についてるやつなんかあれだよね、ハッピーターンみたいでうまそうだよね。わかる。じゃない。すげえ、この空からちゃんの頭について食っちゃダメだよ。ダメか、うん、はい、というわけで、あの1本目はごめんなさい、スカイツリーの勝負でございます。はい、そうしましたら2本目です。なるならどっちカーンスタート。はい、なるならどっち。なるほどね、なるほどなるほど。いやでもなるならどっちだろうねって、まずそもそも今考えようと思ったんだけど、まずなるならどっちって何。そこでなんでまずなんなきゃいけないんだよ。でもなったら、でもさ俺見たことあるんだけど、スカイツリーってもうでかすぎて、あれ雲の上まで行くんだよね。なんか俺スカイツリーの下の高速通ったんだけど、なんかスカイツリー見上げたらなんか途中までしかねえの、雲の上行っちゃって。で多分その部分多分めっちゃ寒いと思うの俺。だって雲長いんでしょ。あれこうでしょ、雲こう、こっから上雲の上じゃん。絶対やだ俺そんなの。でも何にも見えなくて、あー寒いってわけでしょ。ここだけはあー寒い寒いってなってるから、もう東京タワーだ。なるならなるなら多分東京タワーは多分ね、なそんなイメージがないよ俺。全部見えてる、しかもあいつ綺麗だしね。なんかさイルミネーションするんでしょ東京タワーって。それスカイツリーもするでしょ。あーするあするか。そこ知らないっていう。でスカイツリーの方がよくない。なんでお客さんいっぱい来るから。まあまあまあ確かにね。お前人来ないぜ。いやいや、なんかそのすげえなんかその資本主義的な。うち儲かってますよ、お前んとこどうなのみたいな。もうその資本主義的な感じ嫌なんだけど。もうなおさらそれを聞いたら、いや俺全然平気。いやでもあれで人気者って意味だからね。いやまあそうだけど、そうだけど、いや別にいい、もう俺大丈夫。人気いらないんだ。いや人気はそれなりに、やっぱだって俺来年の2015年春以降はめっちゃ人気になるし。ワンピースなのに。ワンピースなのにだけど。いやまあまあまあ、でも別にさゼロじゃないじゃん。それなりにやっぱ愛してくれる人はいるわけですよ。あのその古いとこがね、古いとこがいいっていうか、その愛着があるっていう、あのオレンジな感じがいいっていう人たちもやっぱいっぱいいるわけよ。僕はそれは愛されて育ちたい。そんなチヤホヤ、あスカイツリースカイツリーっていうそのチヤホヤ、あのちびっ子どもがいるから大変だよ。そしたら大変だよ、できるできるって指さされてさ、みんなから。ということで、それ東京タワーもそうだ。今も言ってみて思ったけど、東京タワーもそうだ。やっぱ俺ダントツで、俺やっぱり頭だけ雲の中俺嫌だ。なるならだから、うんうん、きついと思うよ。だってちょっとふてくされてんだよ。じゃあ話聞いてた。じゃあいいよスカイツリーでって、いやそこじゃあいいよって言うなら東京タワー出てしまう。じゃあいいよスカイツリーでって、それお前の方に折れてんじゃねえか。なんだよそれ。だとあれだよ、だからその例えばめっちゃ恥ずかしめ受けても元から赤いから、恥ずかしい顔がバレない。どうでもいいけど、どうでもいいけど大事だよ。スカイツリーって元が青いんだからさ、はぁ、あ、やべえみたいな、すげえ恥ずかしいことだったら赤になっちゃったらもう一瞬で、あいつ今恥ずかしいんだなと思われちゃう。あー無理だね、あースカイツリーにはなれない俺。まあ色変わんないけど、色変わんないけどね、そこだね。なったらだからさ、やっぱり、うん、いいですか俺東京タワーで。いい、うん、なんか別にいいけどね。しょうがない、譲ってあげようみたいな。なんだよそれ。はい、なんかわかんないですけど、とりあえず2戦目は東京タワーが勝ちました。なんか渋々、じゃあいいよ東京タワーでみたいな感じで勝ってきました。はい、そんなわけでございます。とりあえず今のところ1-1ですけど、とりあえず最終勝負いっていいですか。じゃあお茶飲んでいいかな。だから、まあ、確かにちょっと喋ったから。いいよカットすればいいだけだから。飲んでもいいけどね。まあいいや、あ、いい、飲まねえのかよ、飲めよ。はい、そんなわけで3本目です。運命の最終戦、武器にするならどっち。よいしょ。まずね、武器にしちゃダメです。ダメだけどね、まあ仮にですよ、
まあ、その辺で戦ってたと自分がともうウルトラマンになってデュアってなって、いや武器がないと、敵すっげえなんか強い敵で武器が必要だと、それどうするんだっていうとわけですよ。はい、じゃあ行きましょうか。武器にするならどっち、勝負スタート。いやどっちだ、がっつりでしょ。まあ、確かにリーチがあるもんな、2倍近いもんな。いや確かにそうかもしれない。でも確かでもあれ、ただあれ俺ずっと思ったんだけど、あれシャーペンだよねずっと思ったんだけど、シャーペンがここ下をこうやってカチカチとする芯こう出てきそうじゃない、あの見た目がシャーペンだと思うんだよ俺あれね。そう、いやそれ武器関係ないけどねね、いやどっちで、ちょっとさ画像判断しよう。やっぱりその先端が尖ってる方がさ、やっぱ敵に刺されやすい。わあやっぱシャーペンだなこれ、シャーペンだな、見るからに刺されそうだよね。東京タイム結構刺さるよ、刺さり具合、まあ刺さり具合で考えるとしたら結構両者譲らないとかでね。わ刺さるね、あ刺さるねこれこの画像で判断するとちょっと皆さんあのできるウィキペディアとかで見てあのね、画像判断すると東京タワーが刺さりそう遠くからこうスンってこう持ってスンってやったらこれ刺さるね、これ敵の怪獣に。あー刺さるね、こうやってはみ出そうだよね東京タワー、手にね、あここだって先端こう持ってこうデュアみたいな、デュアっていう、ここが手入りそうだね、入りそうだね確かに。ちょっとスカイツリーは、スカイツリーはね入らない、こうやってもないで、 あスカイツリーこうね持つタイプだ。いやー確かに操作性は難しいかもしれない。だってなんか振り回すならスカイツリーなんだろうね、だからまあ短いから、あ長いから、長いから、長いから、ただこの自分にはめてこうこうやってあの何フェンシング的な感じをするならスカイツリー、じゃあ東京タワーで刺さるしね、赤だしね、うん、赤赤関係あるある、何何何何、チカチカするかもしれないし、あ敵がってこと、あそういうこと、この白と赤で、そうそうそう、大して効果ないと思うそんなにシマシマしてないし言うほど言うならスカイツリーの網目だってそんなチカチカするんだ、そう、じゃあ東京タワーだな。いやこれ東京タワーかもしんないね、確かに。スカイツリーちょっとこれ勝てるか、これ丸いからさ、うん、丸いよ、カード尖ってる方が痛いんじゃない。あ確かに確かに東京タワーここがあるね、ここが四角いこのこの中間層のここでてて敵が近づいてきたらこの辺りでこうこの角でこうガガガス、このガスガスガスってやれるね。確かにこれスカイツリーちょっとねやっぱ優しいデザインだ、丸い最先端って感じでやっぱ丸みを帯びすぎているところがあるスカイツリー丸みを帯びすぎているところがあるって俺初めて言ったそんなこと初めて気にしたわマジで。まあ、こんな感じですかね、うん、はい、そんな感じでございます。今ね話し合った結果なんですけど、やっぱりね武器とするならちょ東京タワーっす、うん、これ皆さんちょっと画像見てください。あのね東京タワーねすっげえ刺さりそう、ダントツで刺さりそうだねこれ。はい、というわけなんで結果が出ました。はい、2人で話し合った結果、東京タワー VS 東京スカイツリー、勝者は2対1で東京タワー東京タワーおめでとう、東京タワーおめでとう、赤いよ赤白おめでとう。いやなんか言えよ、だからなんかもう相変わらずの何もこの俺ずっとこうやってるけどさ、なんか言えよ、なんか東京タワーに一言ないの、お茶飲んでいい、お茶は飲まない、東京タワーが勝った時にお茶は飲まない今度、うん、スカイツリー行きます。あースカイツリーかよ、行くのはやっぱり行くのは確かにね、行くのは確かに、行く勝負はスカイツリー勝ったからまあしょうがないね、うん、はい、そんな感じでございます。今日も高橋の部屋見ていただきありがとうございました。はい。あの、なんてくだらない戦いだって感じですけど。いや、まあでもそうでしょう。ちょっと写真ね、ぜひ見てくださいよ、本当に。はい、じゃあ今日はそんな感じで終わりにしたいと思います。今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、またね、いろんな、あの、バーサスシリーズちょっと考えていきたいと思いますので、また見てください。はい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、それじゃあバイバイ、高橋と K でした。バイバイ、また見てね。バイバーイ。飲んでいい、お茶は飲まないこれ終わってから飲んでバイバイ。